長谷川恵美おこう。ゼッケン6番、長谷川恵美。長谷川恵美選手、4ミリオンスタート。さあ、昨年のジャンプスラロームチャンピオン、世界でも開催している長谷川恵美が一体どんなね、タイムで来るのか。ゼッケン6番、長谷川恵美。ゼッケン2番、安藤朝。優勝候補筆頭のレーサーでございます。昨年のスラロームチャンピオン、2016年はスラローム、ジャンプスラローム、2015年のスラロームのチャンピオン。さあ、東洋大学所属のビビナスパン選手、合計タイム1分52秒08。ゼッケン2番、安藤朝。後ろには優勝候補安藤朝がやっていっているよ。1本目のタイムは第2位のタイム、56秒01やってきた。さあ、2本目の滑りは今モニターに見る素晴らしい滑りをしている安藤朝、ラスト9タイムに差し掛かってきた。さあ、ピョンチャンオリンピックのビブナンバー3、ゼッケン3番、石川春奈。石川病院スタート。さあ、まずは安藤朝選手、56秒01。このタイムがリブナンバー2、安藤朝選手、ゼッケン3番、合計タイム1分51秒44。さあ、こちらには1本目第1位の石川春奈が思う、さあ、一体ピョンチャンオリンピックの切符を手にするのは誰なのか。さあ、モニターの力で攻めている石川春奈。さあ、木島病院に届く。